どうも皆さんこんにちは、レッドブルプレイヤーグッドイットスカット所属のガチくんです。今日はですね、僕の使っているモニターをこの動画で紹介していければいいなというふうに思います。昨今はですね、PC でのゲームプレイが増えてきて、でモニターなんかもね、やっぱり高リフレッシュレートのモニターを使う人が増えてきている中で、皆さんもどういうものを買っていいんかっていうのを多分悩んでるはずなんで、それを今回こういう機能があって、こういうことができるっていうのを紹介していこうかなっていうふうに思ってます。では早速、こちらね、僕が普段使っている LCDGC252USB ガレリア、ガレリア初コラボゲーミングモニターとなっております。台座にですね、ガレリアのロゴが入ってまして、で裏にもね、ガレリアのロゴが入ってて、まあ正面から見ても後ろから見てもガレリアのモニターっていうのが、一目で分かるようになってます。このモニターなんですけど、まあ縦にねこういうふうに動いて、まあ下はここまで動く、で横もこういう角度で動いたり、まあ縦にできたりするんですけど、まあ僕らなんかがゲームするときにやっぱりこの目線っていうのがすごい大事で、プレイするときにね、画面が高すぎると目線が上になるんでちょっとやりづらかったり、逆に下すぎるとまあ目元、視線が下に行ってちょっと姿勢とかも悪くなるんで、まあやっぱり自分の目元がこう直線に来るように調整できたりします。この可動域がね、大きいとそういう調整もしやすいんでいいと思います。でここにですね、メモリがあるんですけど、まあ、僕なんかが普段例えばここでプレイするってなった時に、他の人がこのモニターをね使う時はここになるとか、その後自分が使うっていう時にこの戻しやすいし、例えばこのモニターが出先の大会の会場で使われるモニターだったとすれば、普段家でやる時と同じ感覚でこのメモリ合わせればできるんで、やっぱ自分のねパフォーマンスをフルに発揮するっていう意味では、こういうことができるの方が絶対いいと思います。こちらね、ガレリアで統一ができる、こちらガレリアのゲーミングモニター、そしてガレリアのキーボード、ガレリアの、マウス、そしてガレリアのデスクトップで、デバイス系を統一ができるんで、まあ、一貫性があってすごいおしゃれに収まるんじゃないかなというふうに思います。この、ゲーミングモニターのスペックなんですけど、このゲーミングモニターの、サイズは 24.5インチ、これは普段僕たちストリートファイター5でプレイするときに大会でよく使われるモニターと同じサイズです。まあ、FPS とかでもねこのサイズのモニターでやることが多いんじゃないかなというふうに思います。でリフレッシュレートは 240Hz まで出ていて、まあ、このリフレッシュレートが何て言うんかっていう話なんですけど、まあ、僕もね普段 PC ウォッチ若杉さんにいろいろと教わるんですが、まあ、60Hz だと1秒の描写が60コマ書き換えられるんですけど、 240Hz だと1秒間で240回きれいになるんで、本来1秒間で60回しかきれいにならんところが240回きれいになるというところで、まあ、より滑らかになる、よりその情報を早く視認できるみたいなことがあります。でこれができることによって何が変わるかっていうのが、まあ、僕らがやる格闘ゲームなんかでは、まあ、一つのテクニックとして、まあ、ヒット確認っていうのがあって、例えば自分のキャラが出した技、まあ、パンチ攻撃なりキック攻撃を当てた時に、相手にそれがヒットした、相手に打撃が当たった時だけ必殺技にキャンセルする、例えば波動拳とか昇竜拳とかそういう技をキャンセルするっていうのが、60フレームより240フレームの方がやりやすい。なんでかっていうと、さっきのその情報量が 240Hz の方が早く分かるんでっていうのがあるんで、今回はですねそこの検証も一緒にしてみようかなっていうふうに思うんで、まあ、60Hz のヒット確認、そして 240Hz のヒット確認をちょっとやってみようかなっていうふうに思います。じゃあこれからちょっとね、そのヒット確認っていうテクニックをやっていこうかなと思うんですけど、まあどういうテクニックなんかっていうのをちょっと先に説明しておくと、上のね、まあ、金色に光っとる体力ゲージの下にですねもう一個ゲージがあって、ここのゲージが、スタンゲージっていうものになります。ここのゲージがいっぱい溜まると、スタンします、ピヨピヨなる状態ですね、相手が動けなくなる状態になるんですけど、ここのゲージが増えた瞬間を確認して必殺技を出す、こういうふうにしゃがみ中足から必殺技を出す、今出したんですけど、これ実は 60Hz だと画面の描写がちょっと遅いんで、ここの上に出てくるスタンゲージを視認するのが遅れるんですよ。これが 240Hz だと出てくる描写がその1秒間に240回なんで早く出てくるんで視認しやすい、よって
確認がしやすくなるところなんで、まあ、まずはこの 60Hz で10回やってみてどのぐらい成功率があるのかっていうのを試します。いきます。 1、2、 これ失敗です。僕押したんで。3、4、 これも失敗ですね。押したんですが出てない、必殺技が出てない。5、6、これも失敗です。7、8、9、これ成功ですね。10、これ成功です。まあガードした時に必殺技を出さずに、ガードをしておくっていうのをできたんで、まあ成功率はやっぱり低いですね、 60Hz だと。まあこれじゃあ次 240Hz でどうなるか試してみたいと思います。ちなみに先ほどの成功率は多分3割ぐらいです。じゃあ10回いきます。1成功、2成功、3成功、4成功、5成功、6成功、7成功、8成功、9成功、10成功。おお、 100%。 その相手がガードしてる時に、必殺技をまず入力せずに済んだ。で、相手にヒットした時は必殺技を入力して、その入力がちゃんと画面に反映されたっていうところでもろに出ましたね。やっぱり 60Hz と 240Hz でもうこっちは 100% なんで、これぐらい差がある。やっぱこういうのができればより勝率が上がるし、試合内容がどんどん良くなっていくんで、やっぱりこういうところを見てもゲーミングモニター 240Hz のモニターにするとよりゲームが楽しめるし、攻略のレベルも上がるっていうのがちょっと今実証されましたね。次はですね、こちらの応答速度についての説明なんですが、まあ、応答速度が何かっていうと、まあ、残像感についての、話になります。で、このモニターの、通常じゃ 4ms でやっぱりリフレッシュレートが高くなっていくことにその求められる応答速度が増えていく。で、それがですね今回このモニターだとオーバードライブっていうのでレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、まあレベル4がバーストモードなんですけど、バーストモードまで行けば、まあ、ほぼほぼ残像感がなくなって、まあ、より綺麗にゲームをプレイできるっていう風になります。次はですねこのモニターの、ナイトクリアビジョンとエンハンストカラーモードの説明になります。でちょっとデスクトップの色がちょっと暗めというかね、ちょっと色合いが多いデスクトップのカラーになったんですけど、ナイトクリアビジョンっていうのがじゃあ何なんかっていうので、ホラーゲームとか背景が暗いゲームをするときにちょっと見づらいなって思うことがあると思うんですよね。そういうときにこのナイトクリアビジョンモードのボタンを押すとちょっと白みが出る、明るくなるっていう感じなのかな。暗い背景でもその黒がちょっと分かりやすい、ちょっと明るい黒みたいな感じになってて、こう自動でもなっていきますね。これがナイトクリアビジョンで、そのエンハンストカラーっていうのが、まあ後ろにこう今いろんな、まあ、スプラトゥーンみたいな感じで絵の具のね散りばめられてるんですけど、これエンハンストカラーのこのボタンを押すと、まあ、こういうのが出てきて、まあ、要はねその色の青色、オレンジ、水色とかがくっきりこう表示されてくる、より青みたいな感じで色をこう強調するっていう感じですね。これがマックスなんですけど、下げまくると、まあ、普通にこうなんかぼやけるなとか思った時に、まあ、こういうのでちょっと上げてって色の強調性を出してよりくっきりさせる、そういう風な、機能になってます。例えばねこういうモニターで映画とか、まあ、それこそ最近だとエルデンリングとかね、ああいう綺麗な画質のゲームをやる時にこういうモードをこう自分で調整するとよりこう没入感が出るというか、ゲームに集中できるんじゃないかなという風に思います。例えばこのリモコンでですねこうメニューモードを開きます。まあ、こうやってコントラスト、色、温度、まあ、メインメニューと出てきて、でここでメインメニューを選びます。そうすると、まあ、上から映像、ゲーム、表示って出てくるんですけど、例えばこの左側にね表示、この欄を開くと、まあ、こういう超解像とかシャープネスとか、まあ、本体動作、節電とかねヘルスケアとかいろいろ出てきて、で例えばこれで本体動作の方を押すとこう節電とか出てくるんですけど、例えばこのクイック起動、シンク設定、シンク設定って何って思ったら横にこの説明が出てくるんですよ。正しく表示されない場合にみたいなとかで、まあ、一回戻ってちょっと分かりづらいやつこういうところか、シャープネスなんつったら、
まあ、映像の鮮明度っていうんですかを調整しますとか、こと細かく詳細を出してくれるんで、僕みたいにもうほんまにこういう素人なんかにも分かりやすく丁寧に解説を教えてくれるんで、間違いが少なくなると思います。いろいろ紹介してきたんですが、まあリフレッシュレート、応答速度、そして各種機能ですね、こちらのリモコン使った機能なんかも、かなり高水準であるっていうことを、まあ、今回、お伝えできたかなっていうふうに思います。というわけで、今回僕が使っている、こちらのモニター LCD GC252USB ガレリアを紹介してきたわけなんですが、サイズね 24.5インチ、まあ普段僕らが使っているようなモニターで、リフレッシュレートが 240Hz、 そして、応答速度もバーストモードを使えば、特に違和感なくできるっていうところで、こういうところを参考にして、まあ、モニターの購入検討をしていただければなというふうに思います。でこちらのモニターですね、ガレリアとの、デスクトップとセット購入していただくと若干ですが、お安くお買い求めできると思うんで、この動画の概要欄から、URL が貼ってあるんで、そちらの方からご確認していただければなというふうに思います。まあ、最後にありますが、まあ、重ね重ねになってしまうんですが、ゲーミングモニターいろんな種類が出てる中で、まあ、どういうものを買えばいいかなっていうのを、まあ、悩んでる方もすごい多いと思う中で、まあ、今回こう紹介してもらった機能なんかは、まあ、僕がこうゲームをしていく中ではすごいあってよかったなって思う機能ばっかりですし、まあ、もちろんそのゲーム以外のねところ動画を見たりとかっていうところも楽しめると思うんで、まあ、そういうところを検討して買っていただければなというふうに思います。てな感じで、今日はこちらゲーミングモニターのご紹介させていただきました。ガチくんでした。さよなら、バイバイ。